ビルヘルム・デーニッツ・デーニッツが描いたダニ類の図版、フリードリヒカール・ビルヘルム・デーニッツ、フリードリヒカール・ビルヘルム・デュニッツ、または、デュニッツ、1838年6月27日から1912年3月12日は、ドイツの医学者、動物学者である。明治政府によって、日本に招かれ、医学の近代化に貢献するとともに、日本の昆虫を採集、研究した。 ベルリンで仕立屋の息子に生まれた。1859年からベルリン大学で医学を学び1864年に卒業した。解剖学研究所でカール・ボギスラウス・ライヘルトの助手を務め、病理学者のフリードリヒ・テオドール・フォン・フレイヒスの下で学んだ。この頃動物学や寄生中学も学んでいた。1873年に教授資格を得た。明治政府は 医学の近代化のために、ドイツ医学を導入することに決め、ドイツからデーニッツを含む多くの医師を招いた。1873年ベルリン大学に学んでいた、萩原三景と共にデーニッツは来日し、東京医学校で3年間、解剖学を教えた。1876年に、報酬の交渉がまとまらず、東京医学校を退職した。その後、日本における、 解剖学は、デーニッツに学んで、人体解剖乱用などを出版した、田口和美ら日本人学者が担うことになった。その後も日本に泊まり、警視庁裁判医学校で法医学を講義し、1879年から、佐賀医学校で教え、1886年に帰国した。退日は13年に及んだ。法医学の分野では1875年に、 指紋の発見者の一人である宣教師のヘンリー・ホールズと出会い、指紋の個人認識を日本の警視庁に導入した。佐賀医学校では衛生学などを指導した。対日中は多くの日本の昆虫、クモ類などの標本を収集し、後にこれらは全県ンンベルク自然史協会に収められた。1886年のドイツ帰国後は、 ロベルト・コッホの衛生研究所で7年間働き、ツベルクリンの開発に貢献した。1893年から1896年まで、ボンのこれら検疫所の細菌検査室長に務めた。その後、フランクフルトのパウル・エールリヒの血清研究所で働いた後、1899年から、ベルリンの感染症研究所の治療部門の部長を務め、 後に研究部長を務め、国ホとその後任のゲオルクガフキーの下で働いた。ありがとうございます。